それでは、お待たせしたブラストマン先生の3人目の伊佐藤さん、よろしくお願いします。お願いします。私はね、肛門見えても、こう見えてもね、ブライアン・セッチャーが大好きでございまして、大好きだとその裏側に行ってしまうんですね。もうお笑いを求めてしまうんで、全部でやります。もう全てストレイキャッチブライアン・セッチャーの曲を真面目にやります。それでは、行きましょう。いらっしゃいという曲です。いらっしゃい、いらっしゃい、いらっしゃい、いらっしゃい。ワン、ツー、スリI'm not afraid to die.
先生のね曲、2年半前の曲になりますよね、Let's Shake いらっしゃいです、ね、日本語のタイトルいらっしゃいで書くとね、いいかと思いますよね、まあそういうわけでねこんな感じでやってますけどね、全て真剣に向かいにやってますんでね、最後までお見逃しなく、ね、はい、はい、それではね、いきたいと思います。その次は何でしたっけね、まあね、いろいろこう生活してるとね、会社に仕事にいろいろありますからね、そんな辛い思いをね、私が歌いたいと思います。皆さんの胸に届くように曲いきますんで、よろしくどうぞお願いいたします。
たいんですけども、はい、頑張りますね。老体に夢中って、夢中だってローソクを倒すわけじゃあ、ここにつけよそれじゃあ一コロ行っちゃいますね。ありがとうございます。本当に長尾行っちゃって。長尾に入ってるちょっとどもる感じになっちゃうかもしれない。あ、そんな感じの曲なんで。あ、そうです。出た。マブリング。完璧に行っちゃいました。私も乗っちゃったんで。何歌うか分かりませんけど。ステーションエールはちょっとマンゴーになっているので今お休みを小川のステーションエールってライブハウスのオーナーですライブステーションエール紹介しちゃもう駅前家さんとか出てますよねもう下にはスナックがあります隣にはエチゴ屋のエチゴ屋エチゴ屋っていうかなんかちょっと怪しいのが素晴らしいところにねそのライブステーション L のオーナーボンビーキャッツのヒロさんありがとうございますはい、ヒロさんが、ね、2人いるんですよヒロさんはヒロくんって呼ばれてるんですけどはい、ヒロ、ちょっとややこしいです、ヒロセッツァヒロブライアンヒロあ、僕ここはここではグッディーロッカーって言いますグッディーロッカーよろしくお名前だけでも覚えてくださいね、はい、それでは、お時間もね、まあ、あと 3分ですか3分よろしいですかよしじゃあ高速サイコビリー来てくださいですねちょっと回らせるね長尾くん何か入れたらこれはい、はい、それでは行きたいと思いますごめんねごめんね行きますI'm not afraid to die.
通勤が辛くて辛くてね、そんな時にこんな曲をメロディーまで考えちゃったんですね。押さないで、押さないでしょね。押さないでじゃ皆さんね。押さないでっていう曲です。そうです。今思いついたやろ。どうですか、こういう感じなんですかね。こういう感じでね、あと2時間半やります。どうですか、行きましょう。顔引きつってから。それではね、残り1曲になりますけどね、失敗するからね、これは真面目に私歌いますバ、あのね、バディホーリーさんの大ボーイ、まあ、言っちゃいますね、これ真面目に歌いますよ、私全然普通にやりますんで。多分何か変わるから、ね、あ、変わらないからたまにこうやっとかないと、あ、いや何もね、その辺は疑われちゃうね。真面目な、真面目なローカビリーバンドやってるんで、ね、やってます。8枚になると思うんだけどね、私もう計算早いですから、お金の計算早いですからね、見ててくださいね、顔は覚えてますから。それでは最後に1曲ね、1人3万の曲を言いたいと思います。だんだん値は上がります。